はい、ただいま9月9日長野駅でございます。今日はですね、高橋神社行ってまいりましたが、今度はですね、駅前で街頭活動しております。はい、ありがとうございます。はい、はい、落選候補の見本となる、信時和主でございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。じゃあ466票も取ったんだからね、素晴らしい結果で、ね、偉いじゃないか。はい、堂々の 1.5% で、おー 1.5% 大したもんですよ、ね、素晴らしいと思います。今日はね、帰るんですか、大阪に。今日帰ります。お疲れ様でした。土曜日選挙終わって駆けつけていただいてですね。ですね、休む間もなく、今日休む間もなく今度他の人の選挙活動、まあ N 国のね、党員としては鏡のような存在だと思います。僕はもう疲れたところあるところで、今日は、はい、こちら来てカラス君になるとは思わず、はい、今日はね、あのゆりえ候補も頑張っております。はい、こんな風に一生懸命やっておりますので、ぜひ、ね、はい、お疲れ様です。ただいま、お疲れですか。本当に疲れてますよ、この人。まあちょっとね、あ、人多いので、はい、頑張りましょう。というわけでですね、今日もコツコツね、やりたいですね。はい、NHK、もう選挙、今日何日目ですか。日月か、3日目。3日目ですね。手応えはありますか。でもあれですね、やっぱりチラシ欲しいと言っていただける方多いです ね。実はね、反応いいんですよ、長野駅前。はい、実は反応いいんです。僕ちょっとびっくりしてるので、今日はね、必勝祈願さっき見てやってきましたが、ぜひお楽しみに、よろしくお願いします、はい、もう少しで、ね、ちょっとわーすごい、早速よろしくどうぞでね、本当に無理です、本当に。ですああ、お疲れ様です。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。もう今映っちゃって大丈夫ですか。大丈夫です。あ、大丈夫、よかったです。もうわざわざ駆けつけていただいて、もうちょっと富山県か、お隣の長野県のお隣、富山です。富山ですね。ありがとうございます。もうわざわざありがとうございます。すいません、ちょっとまああんまりあれなんですけど、地味に活動してるんですけど、ビラ配り、はい、よろしく。はい、頑張ります。NHK をぶっ壊す。というわけで、もう長野も、長野来られることあるんですか。いや、もう久しぶりですね。あ、なかなかないですよね。さすがにね、なかなか。でもこっちもなかなか勢力がなかなかいないので、ここで長野で、はい、ちょっとね、一議席取っておくと。だんだんつながっていくとね、こっちも支援団体とかみんなボランティアグループ作りやすくなるし、あの出馬する人が楽になるので、うん、今回もあんた楽だったの、私は助かりました。方の何もしねえで立候補してんの、この人。何もしない、信じられる。いやなので、もうこっちで支援者を仲間を、はい、結束力を集めてやりたいと思うので、よろしくお願いします。すいません、はい、ありがとうございますね。あなたがいかに楽したか分かった。助かりますよ。もうね、ある程度ね、向こうでもね、話盛り上がってますね。はい、いいですね。ありがとうございます。もう本当にノブちゃんいいんだよ。ズーズーしくこの辺にいないと、この辺も、もうズーズーしくこの辺で目立ってください。ノブドクさん、あ、違う、なんか目立ったなず影見に潜めって書かれてませんでしたか、今日。なんか今日ね、なんか改めて戒められてなかった。どうですか、ね、確かに祈祷していただいてからのおみくじって初めてでしたけどもね。そう、あれすごいね、あのおみくじ、ね、なので、また神様探しに行きましょう、ね、うん、はい、おっと、すごい、なんか盛り上がられてますね、こっちは盛り上がられてますね。はい、滋賀選挙区から出てる、僕ね、長野出身なんですよ。そうなんですか。そう、僕のいとこが滋賀に住んでいた。あ、本当ですか、はい、おー、すごい偶然。僕学生なんですけど、はいはいはい、することってできないんですか。未成年者ダメですよね。できるんですよ。あ、できるんですか。できるんですけど、あ、やめといた方がいいっていう、いろいろ問題があるんで。あー、なるほどなるほど。学校で公言してるんですよ。N 国大好き人間って言われて。あ、今めっちゃ、今おいくつなんですか。僕今16。高1。高2です。あ、高、へー。へー。
ちょっとそしたらまたあのあれですわ、あの牧原大先生にあの携帯あるので、ぜひぜひあのもうスーパーエリートなので、ね、ね、あの相談してもらえればいいようにできると思いますので、ぜひ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 、はい、八年後立候補待ち、いやいや、そう、一緒に戦いましょう。じゃあでも僕が立候補するまでに報われることを願ってます。あ、そうね、それぐらいで、ね、応援しておきます。お待ちしてる。中央区で。東京都中央区で。すごい関心あるんですね。ありがとうございます。ぜひ今後ともよろしくお願いします。すげえ。やっぱ YouTube 世代には大きいですね。俺の顔まで知ってる。俺の顔まで知っててくれました。なんかね、手伝ってくれるならぜひね、あの、あれですよ。お電話いただいて、もう候補もありがとうございます。もう手振りながら頑張っております。このね、交差点でのやるね、作戦いいですね。はい。素晴らしいです。もう NHK のこの問題を本当にもう追求してほしいですね。というわけで、はい、もう長野駅前ちょっとボランティアの方も駆けつけていただき盛り上がっておりますが、またね、報告しますんでよろしくお願いします。それではさようなら。